内山エリカは、静岡放送のアナウンサー。浜松市北区出身。身長154センチメートル。苦手なものは、野菜、特技は、牛の乳搾り。浜松市立中川小学校、浜松市立細江中学校、浜松日体高等学校、青山学院大学文学部日本文学科卒業。大学在学中、BS 朝日の、 ニュースアクセスに学生キャスターとして出演していた。2011年に SBS にアナウンサーとして入社。半年後、夕方の報道、情報番組である SBS イブニングアイのキャスターの一人に抜擢。ブログでは独特の表現で番組の裏話を紹介している。2015年3月から同年末まで地域、活性化を目的に、 民放テレビ4局が展開する合同キャンペーン、静岡 WKTK プロジェクトで各局女性アナウンサーで作るグループ4室の SBS 代表として選ばれた。2015年7月18日、出身地の浜松市北区細江町を管轄する細江署の一日署長を務めた。女性警察官の制服に身を包み、地元の安全安心町づくり協議会などが主催する。 パレードに参加し、住民に対して事故防止や詐欺被害防止を呼びかけた。ありがとうございます。